い、っていうわけでやってまいりました。今日はですね、車の中からお届けします。まあ、いつもお届けしますけど、今日はね、こちら、ほら、無限 Wi-Fi、最近ね、私よく使ってるんですよ。これリアルにね、もう、半月ぐらい使いました。で、やっぱね、この使い勝手の良さとかね、皆さんにお伝えしようかなと思います。この無限 Wi-Fi ね、何がいいかっていうとね、もう電源つけてすぐね、Wi-Fi のコードをさえ拾えば、できるというものなんですね。今これ iPad につなげてます。無限 Wi-Fi はね、最高ね、5台まで接続できますね。スマートフォンとか、こういったね、iPad とか、いろいろね、パソコンとかもね、同時につなぐことができます。これ今ね、ほら、ずっと変わらない月額費用3280円ということでね、まあ無限っていうだけあってね、実はね、これ無限に使えるんです。無制限なんですよね。速度制限とか出てきますけど、3日間速度制限なしっていうことでね、まあその辺もいいですよね。で、端末代もね、無料ということで、今これ使ってます。これ結構軽いんですよね。で、私ね、今車なんですけど、これ、まあナビついてるんですけどね。小さいですよね。やっぱ大きい画面だとね、見やすいな。iPad Pro なんですけど、これ 12.9、約13インチ。と、これ何インチ？だいぶ、ほら、これぐらい違う。私のフィットがちょっとテスラに、こうやって置いたらまるでテスラみたいな感じで、すごいな。充電器にはならないんですけど、いいやつの方はね、充電器になるんですけど、これバッテリー型なんで、私の使い方ね、この電源を用意して、こんな感じで、繋いで使ってます。こうすると本当にね、無限に使えますね。この辺にコロンと置いて、YouTube とかね、余裕で見れますね。これなんか昔、こんな噴水の動画撮ってた。やっぱ大画面で見たいよね。休憩中とかはね、これ本当いいと思います。まあ、こんな感じで今2台つなげてますが、運転しながらね、絶対ね、これ携帯電話とかね、見たらダメなんですよ。捕まっちゃいますんでね。ではこれは横に避けて、伏せて、音だけで聞いていきます。はい、ではね、高速道路を乗っていこうと思います。いや、今日はいい天気ですよね。実はね、今回動画提供という形で、無限 Wi-Fi の方をお借りしております。実際のところね、あまり興味なかったんですよ。そうなんですけど、実際ね、使ってみると意外、こんな便利みたいな感じで、意外とね、外じゃなくて家の中でもね、便利なんですよ。私のね、家、マンションなんですけども、リビングルームにね、Wi-Fi のね、発信基地があるんですけど、編集する部屋が、ちょっと離れてるんですよね。なので、ちょっと壁とかがね、結構あって、Wi-Fi のね、増幅器っていうのもね、使ってるんですけど、それでもね、ちょっと不安定な時が結構あるんですよ。モバイル型の Wi-Fi ルーターっていうのは、もうパソコンのね、すぐ近くにね、常に置いとけるんで、それでやっぱ安定した電波がそれで取れるんですよね。新生活スタートとかね、いう方にもおすすめですよね。部屋にね、Wi-Fi 引くよりも、こういったね、モバイル Wi-Fi を1台買っとけばね、本当にね、便利だなと思います。手間がね、いらないんですよ。工事もいらないんでね。で、無料でね、お試し30日間っていうのもあるんで、いや、本当にね、この無限 Wi-Fi ね、1ヶ月借りて、やってみたらどうかなと思います。はい、ここで無限 Wi-Fi の特徴を4つ言いますね。その1、容量制限無制限。月末になると動画やインスタグラムが見れない、そんな制限から解放します。その2、トリプルキャリアで国内で使える。日本全国で最もエリアの大きい大手エリアの回線を利用。海外でも手続き不要でそのまま使える。その3、端末代金は完全無料。全国に発送することはもちろん、一切配送料は無料です。その4、3日間制限なし、地下にも強い 4G 回線。
3日で 10GB など制限はありません。さらに全国でもつながりやすい LTE を採用、いつでもどこでも安心して使える Wi-Fi ルーター。はい、いかがでしたかね無限 Wi-Fi。 いや、私ね、ホンダ派ですが、こちら無限さんになります。なんとね、こちら、30日間お試しで、体験できるんですね。とにかく月額のコストを抑えたいなら無限格安プラン、月額3280円、翻訳機能もついた最新スペックなら無限アドバンスプラン、月額3880円。はい、いかがでしたかね、無限 Wi-Fi。 いやー、すごいね、やっぱ使い勝手がいいなと。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで無限 Wi-Fi でした。じゃあね、バーイ。